はい、これはですね、トヨタの、ハイラックスサーフという、ね、ものでして、これはトヨタから1968年に登場した小型トラック専用車がハイラックスだと。最大重量程度1トンのボンネット型トラックで、スタウトから流されていたライスタウントや連打機先の西野から追求して販売していたグリスカーに代わる本格的なブランニューモデルだと。で、当時同クラスの小型トラックにはダットサン1300という強力なライバルが存在していたが、ハイラックスはコロナやトレースの定番である2R 型水冷直列4気筒 1490cc 大内部エンジンを搭載し、最高出力は77倍、最大トラックは 11.7kg のパワフルで対応。トランスミッション4速でオールシンクルで、最高速度は 125km でした。で、ドラッグ車ではホワイトリボンタイヤを設備したほか、内装が加湿仕様となり、吸気性加工ビニールレザーシート、紫外線通気用ガラス、紫外気筒を備えたシーター、シガーライター等が標準設備となった。で、翌年に2台長 400m 延長したロングボディ車を追加し、1970年のマイナーチェンジでは安全対策と同時に、フロントマスクを変更した車なんですね。で、それがまあこのトヨタのハイラックスの、それが、そのハイラックスの、なんていうんですかね、こうトラックという形で、これは当時よく郵便車なんかでも使用されていた時代があったみたいですね。で、それで1988年ぐらいまでですかね。だからちょうどバブル絶頂期の時代ぐらいまでまでは販売されていたものらしいです。で、これが、トヨタハイラックスで、販売されていたか活躍されていたらしいですね。で、郵便車なんかにも当時、今こういうちょっとワゴン、ステーションワゴンタイプのね、郵便車って今あんまり見かけなくて、どこ行ってもほとんどエブリィがね、大活躍してるかなといったところなんですが、まあ昔はこうエブリィ以外が、まあ、出てくる以前は、まあ、こういうハイラックスがね、街中の至るところにこう活躍していたんじゃないかなというふうに思います。今では大変珍しいやつですね。で、このようになっていまして、で、ここにこう、こうやって開けてですね、こういうふうに、郵便物をこの中に入れて、で、各ポストやお店から、まあ、回収してくるというやつですね。で、これが郵便収集。もうここからね、もう文字が完全にね、もう長い年月を物語っているのをシールがもうボロボロになっちゃってますけど、まあ、そういう状態のものとして、まあ、こういう風になっているというものです。非常にですね、あの珍しいタイプの、ものでして、まあ、ハイラックスの、郵便車です。あのですね、非常にこの手の、車というのは、当時のことを物語る上で非常に、貴重な車ではないかなというふうに思いますね。なかなかこういうものっていうのは、あの当時の時代というものを感じさせてくれて、そういったところが、非常にそのなんていうんですかね、こう良さをね感じ、まあ当時こういうのが走ってたなっていうねものをこう感じさせてくれる非常に貴重な、まあ車種です。というわけでどうもありがとうございました。